大好きなナナちゃんがアキトくんと口づけをするのを見た。駄菓子屋のコカ・コーラの赤い自販機の前で、公衆の面前でそんなことをしてはいけません。僕は銀色のママチャリをこいで逃げるようにしてその場を逃げた。大好きだったのに彼氏がいたなんて、大好きだったのに彼氏がいたなんて、ドラえもん、アキトなんてうんこになっちまえ。ドラえもんがいたらアキトをうんこにして声玉の中にぶち込んでやるんだ。俺なんかうんこ我慢できなくて駄菓子屋の前でうんこ漏らしたんだぜ。とんだクソ野郎だったぜ。クソ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 